メガネケワタガモは、カモモクカモカケワタガモ属に分類される鳥類。アメリカ合衆国、ロシア東部下記に、アラスカ州やシベリア北東部で繁殖し、冬季になると、ベイリング海やアリューシャン列島へ南下し越冬する。全長55センチメートル。ス二十25.5から26.7センチメートル。メス24から25センチメートル。翼海長90センチメートル。 甲子の色彩は、海緑色。オスの繁殖羽根は、目の周囲が円形状に白い羽毛で覆われ、円の外縁が黒く縁取られる。額や、後頭の羽衣は、単緑色。頸部から背にかけての羽衣は白。胴体の羽衣は黒い。くちばしの色彩は、大色や、暗大々色。メスは、 全身の歯衣が褐色で、目の周囲が円形状にアー褐色の羽毛で覆われる。くちばしの色彩は青灰色、海洋に生息する。植生は動物食傾向の強い雑食で、主に軟体動物を食べる。繁殖期には昆虫、甲殻類、果実、種子なども食べる。繁殖形態は卵性。水辺にあるツンドラの高所に巣を作り、4から6個の卵を産む。 メスのみが放卵し、放卵期間は24日。乱獲や地球温暖化などにより生息数が減少していると考えられている。1970年代における生息数は40万羽、1990年代における生息数は4万羽と推定されている。ありがとうございます。